皆さんこんにちは、まさやんです。今回は ESP カメラを使って LINE に防犯カメラ画像を送信する方法を解説します。使用した ESP カメラですが、 Amazon で安く買える履歴承認済みの製品を使用しました。概要欄には商品リンクのほか、今回ご紹介するスケッチなども公開してますので、ご自由にお使いください。またこの動画を見てうまく動かなかったって方のために、コメントでのサポートも行ってますので、遠慮なく、わからないことはコメントで質問してください。それでは解説をしていきます。ステム構成、システム全体はこのようになっています。 LINE に送信する方法ですが、 LINE Notify という API を利用して送信します。 LINE Notify はオンラインサービスなので、 ESP32 をインターネットに接続する必要があります。このサービスは無料で使用することができますので、まずは LINE Notify トークンを取得してください。トークンの取得方法は概要欄で解説しています。過去動画でも取得方法を解説していますので、難しいと思った方はそちらの動画もご覧ください。インターネットに接続した ESP では付属のカメラで写真撮影を行い、その画像を LINE Notify へ送り、 Notify からスマートフォンに入っている LINE へ送られるという仕組みになっています。センサーとの連動を考えている方は ESP32 などで使える出力を出すセンサーをご用意ください。省電型赤外線センサーやマイクロ波センサー、 GPS モジュールなど組み合わせ方はたくさんあると思います。当チャンネルではセンサーの使い方などの解説も行っていますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それではスケッチの解説へ移ります。まずは使用するライブラリの紹介です。 Wi-Fi ライブラリをインクルードします。 ESP カメラライブラリをインクルードします。このライブラリは一般的に出回っている OV2640 というカメラを扱いやすくするものです。この2つのセットでカメラピンズライブラリの中にあるピン設定を読み込みます。 ESP カメラライブラリの設定で必要なピン設定を読み込み、カメラの入出力に対応する IO 番号を設定しているということです。最後のライブラリでは LINE Notify のコマンドをとっても簡単にするためのライブラリです。運よく見つかり使用していますが、このライブラリがないと結構複雑なスケッチになるので、制作者には感謝しかないです。メッセージ送信や画像送信する際もコマンドの引数にデータを入れるだけの簡単操作で送信ができちゃいます。このライブラリの入手方法ですが、ライブラリマネージャーでトライデント TD LINE Notify で検索すると最新版をダウンロードできます。次に Wi-Fi 接続の SSID とパスワードを変数に入力します。同様に Notify で発行されたトークンを入力してください。セットアップではバグ取りのためにシリアルビギン命令でシリアル通信を開始させます。以降のシリアルプリントで必要な情報をシリアルモニタで確認できるようになります。この if 文ではカメラセットアップというサブルーチンを呼び出し、サブルーチンの結果として1の結果になるまでループさせるようにしています。そのサブルーチンはここにあり、カメラの設定を行います。先ほどのカメラのピン設定や画質に関わる設定などを読み込ませています。設定が完了すると正常に設定できたか判断させて、設定がうまくいかなかったら0、設定が正常に行えたら1をリターンの引数に乗せて戻します。このようにリターンの後ろに数字を書くことで先ほどの if 文で判定させることができるので、ぜひ使ってみてほしい命令です。 Wi-Fi Begin では無線 LAN に接続を行います。先ほど設定した SSID とパスワードがここに入力されることになります。接続まで若干時間がかかりますので、シリアルモニタに接続状況を表示する命令が書かれています。接続が完了すると無線 LAN に割り振られたローカル IP を表示させて接続完了をお知らせします。 Notify ライブラリを使用するため、ライブラリに Notify トークンを読み込ませます。ループ部分では20秒ごとにカメラキャプチャー
というサブルーチンを呼び出します。このサブルーチンでは撮影をし続けた時データが蓄積されるのを防ぐために最初に初期化をしています。次に撮影を行い FB という変数に撮影データを保存させます。この if 文のびっくり FB は撮影失敗という意味になるので成功するまで繰り返す命令です。 send line では撮影データとデータサイズの引数を持たせて send line サブルーチンを呼び出します。すぐ下にあるサブルーチンになります。ここでは notify ライブラリを利用して画像送信を行ってくれます。カッコ内最初の部分では LINE に送られるメッセージを記載できるので好きに変更してください。シリアルモニタには送信完了と表示させます。最後にフレーム解放の処理を行って一連の流れが完了します。その後はループ部分の処理が繰り返されるので20秒ごとに撮影され送信されるようになっています。リレイの代わりにデジタルリード命令などでセンサーがオンになったことを読む if 文などに変更するとセンサーがオンになった時に送信するようなこともできます。 GPS モジュールと組み合わせる場合は緯度と経度の座標がある一定数以上ずれた時にカメラキャプチャーを読ませるってこともできそうですね。使い方がわからないですってコメントが集まればさらに詳しく解説した動画も投稿したいと思います。まずは概要欄からスケッチをダウンロードして試してみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。